来ましたね、ゆうじまさん。来ましたね。今日は何の日ですか？今日はね、メツハニーがいっぱい出てるんですよ。ポケモン GO じゃない。ポケモン GO じゃなくて、今日は記念すべき、おそらの。カプリ調査の半額の日やね。違う、それは無双やけど、一番大事なのは、あ、ペティもあんだよ。あ、ペティもあんだよ。さっき当たんの。やっぱりそうや。違う。やっぱりそうや。一番の目的は何なのか。カプリ調査やけど。違う、あ、そうなの。今回またじゃあ何？メガネ。お姫のやつ。それはおまけ。エスカレーターここ何階？知らん。動物のところから出てきて覚えててやん。分かった。な、楽しみじゃないの？メガネ楽しみ。いや絶対失敗してるんだよな。まあ詳細は帰ってから。じゃあ行ってきまーす。今日は何の日？他は？あ、姫の餌がなくて、姫の餌が売ってたら買う、うん、あとは？あと？今日の主役。今日の主役？あ、ニュアンスがめっちゃ出てんね今。あなた失格やな。結婚記念日、誕生日を兼ね備えたメガネやろ、一番の主役は。ふざけんなよ。うわ失敗してそうやな。どこやって、どっから来た？ゲットしたで。このブータラうどん、予想地さんともうお別れ。また復活すると思うけど。でもさ、仕事上はさ、今使ってメガネの方がいいから汚くなるし。普段よりするってことですね。今使ってるのかな。これ大事な時だけにしようかな、試験。そうで、カプリ調査なんとめちゃくちゃ人待ってて、いつ食べれるかわかんないね。いい。まだまだ時間あったらマッサージする。いや、いい。またマッサージしたい。またどうする？またやろう。はい、ということで家で開封する予定だったんですけど、ゆうちゃろが帰りのね車の運転でも早速使いたいっていうことだったんで、そのエントランスに来ました。はい、こちらおめでとうございます。おめでとうございます。はい、お互いのメガネ。はい、ありがとうございます。名前書いてるよ、ほんまに。保証書とかやんけ。あんた。あ、そういうこと？ブータンオチンチロがこれからも永遠に保証されるってこと？関係性が。えらい、あの、プラス思考やな。はい。これは、1周年でしょ？ 1 周年を記念したフォトウェディング。はい。え、これもエルにした？かわいい。見て。これ期間限定やったと思う、確か。ユーチロは？自分の王道の黒。いいやん、絶対ほら。ちょっとまずこのメガネだけ見せようよ。あ、違う、このまま入れたまま。え、綺麗やん。え、ちょっとこの持つ色と違う。じゃーん。あ、でもカメラやと変えるな。うん、自分のやつこんな色やったっけ。ダークグレーやね。アッシュやん。てかさ、これ一回止めてさ、写真撮っていい？これで。え、もう後がにし。あ、さっき、さっき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 。絶対動画撮った方がいいやろ。落としちゃった、早速。うん、そんなこと言ってるか。最悪、気づいた。後でしたら、写真。気づいた。いつものことすぎてなんか別に驚かないけど、もっと心配してるよ。てか分かる？この分厚さ、これがいいやね。はい、じゃあ先ゆうちゃろさんからお披露目。ほらいいやん、グラデーション。そうかな、うん、え、似合う。あ、でもめっちゃ見える。めっちゃ見える。めっちゃ見える。次ブータンを行くわ。かけて。はい、バイバイ、妖精おじさん。まあ、それでも大したけど。人が落とすのは偉い、お金。当たり前やろ。分厚っ！やばいやろ？で、顔変わるんじゃない？これ、あんたの反応感見るし。全然綺麗じゃないですか。やっぱ変わるな。目ちっちゃくなる。ちっちゃくなる。似合ってない。いや、似合ってんのはないけど、やっぱあっちの方が良かったな。あっちって何？自分が選んだやつ。ああ、え、カメラいいの？
この試着した時と比べて。え、変わらんやん。ちょっとちっちゃくなったな。まあ若干な。どうですか、ちょっと近づく。はい、こんな感じです。吉田さんも近づいてよ。近づいてよ。じゃ一緒によ、うん、ここ来てよ。遠い。え、あんたやっぱいいね。垂れ下がりの丸がいいみたいな。あんたは釣り上がりがいいみたいな。横向いて。あ、横向いたらちょっと真面目くんになるな。ウルトラはこんな感じどう。横向いたら目悪い人みたいな。そうやな。まあ妖精おじさんには変わらんけど、確かにまあいいんじゃない。なんか角度によってはやっぱブサやな。目がやっぱちっちゃなってんな。どっちがいい、こっちとこっち。の方がいいんじゃん。え、マジでこれだって自分が選んだもん。あ、そういう理由。ちょっとわかります、これ色ついてるんですよ。ウルトラがアッシュ系の色をちょっと入れてみました。ゆうちゃろうがライトブルーいいやん。あんたウルトラはともかくこんな感じで、ほらかわいい。ウルトラはやっぱりなんか、うん、いつも通りやな。前のメガネの方が良かったかな、ゆうちゃろうが選んだ方が。自分が選んだメガネやと、またこう、イメチェンみたいな感じ。イメチェンみたいな感じになってたかもな。確かに、面白みに欠けるかも。こうやって手こう上げたら。あ、でもなんかちょっと、違うけどな。おっさんやな、なんかやっぱり。あんたいいやん。こうやって見ると。おっさんやな。誰が自分が。ああ、自分だな。それはだってもう30代ですから。知ったなぁ。あ、でもまあいいじゃないですか。新規一点で。良きじゃない。どうなん、ゆうちゃろは。いや別に自分はだってまあ色はな、正味まだ思ってた以上には良かった。ゆうちゃろのグラデーションなんやな、ここ。どうグラデーションなってんのよ。グラデーション、そしてカメラ越しに見たら分かっちゃう。おじさんといてな、人の目がねやから分からんくね。分からんな。でもいいやん、グラデーションの方がなんかおしゃれって感じですけど。こんな感じやったらブートラもグラデーションにすればよかった。ブートラのはフルであれなんですけど、フルカラー、オンカラー、オンカラー、フルカラーなんですけど、一色単一やろ。そう、もうこれがあんたの誕生日兼ブートラたちの1周年と思ったらなんか思い出深いメガネになるんじゃない。ゆうちゃろうこそなくさんといてな。なんか前のメガネ絶対ほぼかけずになくしてはるから。あ、ほんまに？うん、だからなんか、いや痛いとか言ってかけへんかったね、この真ん中の。あ、そうな。うん。今回もなりそう。あ、でも大丈夫じゃ。大丈夫そう。そんなカツカツ動くこともないし。ああ。ということで、先が髪の毛気になる。いい感じか。じゃあこれからはこのメガネと共に生きていきたいと思います。よかった、早速公開できた。もういいじゃん、そのままかけとこう。あ、かけとこう、うん、見え見えへん。じゃあブータロは元の妖精おじさんに戻ろうかな。どっちがいい、このままがいい。やめといたら気づいてし、直しといていい。な、そうやな、大事に使うわ、はい。じゃあこっちのメガネがどうでもよくなってるみたいな。でもこうやってさ噛まれてる、ほらわかる、姫とブルーに噛まれたんですよ。あ、てかサムネ撮らないと。じゃあこの後サムネ撮って晩ご飯食べましょう。じゃあね。すごいな、なんかフレームは黒で縁が、あ、じゃあ金縁っていうの、これ周りのやつ。何やろな、耳かけ正面から見せてもらっていい？ね、綺麗。なんかおしゃれやな、あんたの。なんか豚のやつ、ほんまにさ、ただのこんな感じなんですよ。こ周りがもう。でも、金やもん。そうやね。豚のもそういうのにすればよかった。やっぱり自分が選んだやつが良かったのに。まあ、いいんちゃう？時期やろ、1年ぐらいやろ。何が？このメガネ変えて1年。え、持ったやろこれは。2年ぐらいは持つ。うん、今の家来てから買ってるやろこれ。そうやった。うん、
まあ以上です。チキバキバキやわ。このメガネもそんな分厚い、あ分厚いな、うん、はあなるほどな。一回洗浄機かけたろかこれ、うん、なめちゃめちゃ汚いな。洗浄なんかあるん、洗浄機、あの洗浄機、食器洗浄機、え、そんなにかけていいん。自分かけたけど綺麗になったよ。マジで言ってんの、うん、はい、じゃあこれ直しておいてください。ブタの大事なメガネ、さよなら。ゆうちゃんのあのメガネ姿が似合いすぎてるからいっぱい撮ってやろうと思います。止めて。キモいね。まあ、あんためっちゃ似合ってますね。あ、そう、うん、ありがとう。あんたすごい似合ってますね。ありがとう。あんた似合ってるで。ありがとう。な、すごい似合ってる。どっから見ても似合ってる。キモすぎ。猿もメガネって似合うねんな。そうだね。え？あ、そうそう、メガネ似合ってるよ。え？そのメガネ。どのメガネ？今のこれ？ついてるメガネ。うん。これ？すごい似合ってる。あ、そう。これが、ふたろ、新しいさ、メガネじゃなくて、なんでこっちばっか褒められなかったの。やっぱ、あんたが選んだメガネにするべきやったな。そうそう、これ一生恨まれるわ。だから、まあ、次からでいいやん。分かった。次から自分が選んだメガネが来る。分かった。ちょっとミスった。あ、そう、まあ、あんたが気に入ってるやつをかけない意味なかったな。そう、あ、あんたが似合ってる。あんたが気に入る。そう、一生恨まれるわ。今からもう一本買うじゃん、あれ。もういらん。メガネばっかり。じゃあ、ゆうちゃろうの特集も終わりです。最後に、じゃあ、キメキメのゆうちゃろうでお別れしたいと思います。あれ誰ですか、あなた。芸能人の方ですか。ね、あ、こけるこける。足くじく、足くじく。はい、これがお気に入りのイカとツナのサラダです。うん、うまいよね、やっぱり。うん、僕も来ました。これが主役のトマトニンニクパスタ。今日はトリプルを2人で分けたいと思います。野球馬です。流したあんた今。あんたの決定。最後は。あんたの決定って。汚いな。どっちも最高。ということで、先ほどね、ゆうちゃろうに撮影してもらってたんですよ。あれ、ブー太郎が。盗撮じゃないんですよ。ブー太郎が指示して撮ってもらってたんですけど、じゃーん、パピカン。しかもイオンシネマのポップコーンって初めて食べる。一回もイオンシネマで映画見たことないもんな。ないな。これバター醤油。見えます？光ってる？うん。光の加減で見づらいかも。
バター醤油とこれチョコレートプレミアムのなんかこんなチョコがあったんですよ。これをね、うん、うまい。で、イオンシネマって残念ながらキャラメルポップコーンがないんですよ。プレミアムの方にはなんかあったっちゃったんですけど、プレミアムポップコーンでちょっと濃いやん味が、うん、だからこういうささらっとキャラメル系がちょうどいいねんけど、ブータローにはそれが売ってなくて、今回はバター醤油とチョコにしていました。うん、うまい。すごくない？ブータローの食欲。カプリチョーで食べてこんな食ってるね。プリプリしか食ってないもん。でもあんたお腹いっぱいやろ。うん、めっちゃお腹いっぱい。うん、美味しそう。最高。じゃあ、今日の動画は以上です。またよかったらチャンネル登録やグッドボタン、コメントなどもよろしくお願いします。バイバーイ。